突然ですが今回は HGSS の虫捕り大会で最高得点を取りたいと思います。唐突ですね。虫捕り大会とは毎週火曜日、木曜日、土曜日に自然公園で開催され、一匹の手持ちポケモンでどれだけすごい虫ポケモンを捕まえられるか競う大会です。NPC と得点を競って優勝したら進化の石をもらえるあれですね。最高得点は400点で、得点はこのように計算されます。レア度って何ですか？レア度というのは種族ごとに設定されている値で、進化前は60、普通のポケモンは80、そしてストライクとカイロスは100となります。つまりレベルが高くて6部位のストライクかカイロスを HP を削らずに捕まえればいいんですね。そうです。ストライクとカイロスのレベルは27か28のどちらかなので、28を捕まえましょう。さて、先ほど1匹の手持ちポケモンでと申しましたが、この仕様がなかなかくせ者です。なぜです？デラックス2匹を使えないので、うつぎ電話での消費が基本となります。また甘い香りとシンクロを両立できるポケモンがいないので、シンクロで必要な消費数を減らすこともできません。眠っている連れ歩くポケモンに話しかけるのはダメなんですか？ NPC による消費が割り込んで大変です。あと戦闘外でも戦闘中でもバッグを使えないので回復ができません。当然大会が始まってから草むらに移動するまでにも NPC や主人公の歩行による消費が入ります。大会中のレポートも当然できないので大変ですね。メニューを開いている間は NPC 消費がないので、その点は安心できます。ちなみに4世代の使用上、エジプトリア、陽気やワンパクの6部位にはできません。残念です。さて、今回は初期シード 0xDA000584 を使います。そんなこといきなり言われてもわかりませんよ。まず虫捕り大会はいろいろ仕様が特殊なので、 PHS だけでは調整が不可能です。そこで乱数調整汎用ツールというツールを使います。乱数調整汎用ツールに初期シード、正確値を入力し、正しい設定で出力した時にエンカウントの0から99の値が0から4ならカイロス、5から9ならストライクになります。シードにもよりますが、草むら到達時点で50消費くらいされていることもあるので、60消費以上をおすすめします。消費数が足りないなら PHS の標準出力というところを初期シード違いにしてみましょう。このシードは113消費でレベル28のストライクを狙えます。また大会の開催される曜日になるように年をうまく調整しましょう。レポートするのは自然公園西のゲートです。南側でないのは草むらに近いからです。またこの時甘い香りを覚えたポケモンを先頭にしましょう。相手を眠り状態にする技を覚えているポケモンにすることを推奨します。 HP を削ってはいけないけど、状態異常は関係ないからですね。今回は時間設定をこのようにしました。ちゃんと火曜日ですね。それでは早速始めていきます。画面から指を離すのと、キーボードのスペースキーを離すのを同時に行います。宇津木博士に電話をかけて初期シードが合っているか確認します。徘徊は最後にレポートをした時にいた道路でずれるから面倒です。入場します。ここはただのミスです。最初に現在の消費を求め、その後に差分を消費します。今回は消費を求めるときにグだったので、そこも倍速にしました。
ちなみに差分消費でだいたい50回くらい博士に電話をかけています。研究所の業務を妨害したとして有罪判決が下りそうですね。うつぎは成人。はい、最後の1回です。長かった。ちゃんとレベル28ですね。眠らせます。こうなるのでもっとレベルを上げましょう。ついでに言うと最初に草むらに入った時に自然エンカウントする可能性もあるのでレベル40くらいでスプレーを使うのが最善です。私は面倒なのでやりません。おい。捕まりましたね。リタイアします。はい、成功です。そこそこの知識があればできる難易度なので皆さんぜひ挑戦してみてください。いや、こんな役に立たない乱数調整とかやる人いませんよ。というわけで今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。